用事の途中でしたか？仕事です。まったく休む暇もありゃしねえ。まあいい、行くぞ。よし、飛ばすぞ。この人物は死亡直前にタクシーのネットワークからコードをダウンロードしていました。ネットワークは下手なやり方で不正に操作されていたようです。コード自体は素人のもので、まるで子供がクレヨンを鼻に差し込むかのごとく挿入されています。しかもコメント付き。なんて書いてあるんだ？言葉はなく、ビットストリングのみです。意味不明ですね。それに有用なデータを構成できるほどの数はありません。つまりハッカーが街中のタクシーを操作して人を殺してるってことでしょうね。証明するにはもっとデータが必要です。それじゃあタクシーを何台か追跡しましょう。ハッカーの正体を暴くにはビットストリングをもっと集めないと。バグリ、何か分かったか？コメントにビット列が含まれた同じコードがありますね。変換してみましょう。私たちはただするまでに。今のは何だったんだ？このビットストリングは音声ファイルのものでした。私の予測通り、螺旋階段でうっかりキーボードを落としてできたものではないようです。別のタクシーをハックすればさらに解読できるでしょう。急いでよ、マジでヤバいって。あのタクシー、
声ファイルを揃えるのに必要なビット列を入手しました。見てみましょう。お言葉ですが、ブロカテックの従業員が自社の製品の犠牲になってるんですよ。あなたは最善を尽くそうとは思わないんですか？スカイラーセンは従業員にとっての最善を理解しています。だからこそタクシーの稼働を止める必要はないのです。ですがタクシーの稼働を止めなければ最終的には、この状況を解決する間アルビオンへの協力を求めているだけです。最終的にはこちらで対処します。一体どうなってんだ、ブロカテック製品が自分のとこの従業員を殺してるだと。タクシーに轢かれた犠牲者たちには共通点が2つありました。まずは反射神経が鈍いこと、そしてブロカテックの社員だということです。つまりスカイラーセンがニューラルマップ化した AI がタクシーを操作してるってことか。その通り、元タクシー運転手です。ブロカテックは市と提携して街のタクシーを自動化しました。それでタクシーが報復しているわけです。くそ、俺たちの仕事ってことか。それでどうするんだ。まだ AI の位置を特定していません。別のタクシーをハックしてみてください。ユーザー履歴を調べます。しました。コードの改ざんデータはウェストミンスターの駐車場から送られてきているようです。ブロカテックは気に入らねえが、スカイラーセンみたいなイカれたやつのせいで無関係な従業員まで死ぬことはねえだろう。創造主と非創造物の関係は暗く複雑なものになることもあります。例えばフランケンシュタイン、フランケンシュタインの花嫁、フランケンシュタインの息子。分かったって、もういいよ。何もしなくてもロンドンはクソみたいな街なんだし、タクシー AI なんかでこれ以上問題増やすなっての。早くシャットダウンしよう。
これでハラスメントもなくなるでしょう。対象もきっと安心するはずです。採用候補から連絡がありました。回線をつなぎます。何か手伝えることがあったら知らせて。なら仲間になってくれ。あんたみたいなやつが必要なんだ。どうだ？うんうん、もちろんだよ。
頼むぞスパイダーボット。